6復活用の構造。八面体系肺位期化配置を持つ分子の一例。科学において八面体系分子構造とは、6個の肺位子が中心原子の周りに対照的に配置し、それが小八面体の各頂点を形成する分子構造のことである。八面体系分子は通常その肺位子間の結合はない。完全な小八面体は、 天群王に属し、八面体系分子には六、フッカ化用や、モリブデンヘキサカルボニルなどがある。八面体肺異構造の概念は、肺化合物の科学量論と、科学異性を説明するために、アルフレート・ベルナーによって開拓された。彼の考察によって、肺化合物の異性体数が、合理的に許容されることとなった。 アミンや簡単なアニオンを含む八面体性維金属、錯体はしばしばベルマー錯体と関連づけられる。2種、またはそれ以上の配位子の種類が八面体の中心金属に配位することによって異性体が発生する。それら異性体の命名は異なる配位子同士の配置と数に依存する。MLA4 ポンド2では2種の異性体が存在する。 ポンドが互いに隣接しているときシス型で、ポンドが互いに180度の位置関係にあると、トランスクリプション型である。MLA2 ポンド2リットル c にでも、シス型と、トランスクリプション型が可能である。ラ、ポンド、LC のすべての配位子が、トランスクリプション型という場合と、1配位子だけが、トランスクリプション型で他の2配位子がシス型という場合がある。 MLA3 ポンド3では、同じ三肺意志が相互にシス型であるフェーシャル型と、同じ三肺意志が同一平面上にあるメリディオナル型の2種の異性体が可能である。二座肺意志を2個以上持つ作体にはキラリティが発生する。三回回転軸から見て、二座肺意志が形成する、螺旋構造が、左回りのものはラムダ、右回りのものはデルタ体と呼ぶ。 可能な異性体の数は、八面体削体の排子の種類がすべて異なるとき最大の30個となる。以下の表は、単座排子の組み合わせによって、可能なすべての異性体数を表す。このとき、ムラルバルクルデルフの15個のジアステレオマーはすべて、キラルであるのに対し、m l a ツールブルクルドルのジアステレオマーの6つは、キラルであるが、ラガ、 トランスクリプション型の時の3種はそうではない。これらのことから、八面体系分子構造は、有機化学を支配する四面体系分子構造よりも、ずっと複雑であることがわかる。四面体系分子ムラルバルクルドでは、共造異性体は1体しかなく、有機化学において2つのジアステレオマーを作り出すには、最低2つの不正炭素が必要となる。ありがとうございます。